佐野ラーメンの店イタルさんへ訪問。この界隈は本当ラーメン店が多く、こちらのお店の前にもラーメン店があるくらいです。まあいつものごとくオープン直後のためお客さんは少なめですが、店内は非常に綺麗な感じのお店となっております。さてメニューは醤油と塩の2択ですね。こちらは一品物とお土産ですか？さて私の注文はチャーシュー麺。あ、今日は普通盛り。その理由はこれにありますね。餃子が1皿3個だったので2皿注文しちゃいました。焼き目がすごく良い。ではいただきましょう。この透き通ったスープが非常に良いですね。チャーシューも丼いっぱいに置いてあり非常に美味しそうです。この透き通ったスープを見てください。美しい。見た目は薄いですが、でも味がしっかりしているところがすごい。そして店舗により違いはあるのでしょうけど、麺はストレート麺ですね。これがまたうまい。チャーシューも厚さこそないですが、ちょっと濃いめの味わいですね。では個人的楽しみの餃子をいただきます。こちらの餃子はちょっと皮がもちもちしております。これも手作りならではなのでしょうね。私が好きなタイプの餃子です。そしてあんは野菜が多め、大きさは通常サイズより少し大きめですかね。ではどんどん食べ進めてまいりましょう。本当美味しいです。普通盛りとはいえそれなりに量はありますね。非常にバランスの取れたラーメンだと思います。これは年齢問わず美味しくいただけるラーメンですね。さあラストスパートです。さて最後に楽しみに残しておいた餃子をいただきます。完食です。ごちそうさまでした。大変美味しくいただきました。チャンネル登録お願いします。